東京五輪関係者への感染で国内で初めて確認された新型コロナウイルス、ヤムダ株の危険性に、海外メディアが強い警告を発した。北中米のメディアデイリー・ガーディアンは現在、猛威を振るい記号最強記号と恐れられるラムダ株に関する最新研究を特集。南米諸国で蔓延しているラムダ株は感染力が強く、新型コロナウイルスワクチンによる保護効果を回避する可能性があることが示されたと指摘した。研究では、ペルー、アルゼンチン、エクアドル、チリなど少なくとも26カ国でラムダ株による感染が広がり、ワクチン接種率が高いにもかかわらず感染が増加していることを示している。ラムダ株はワクチン接種による抗ウイルス免疫から逃れることができることを示していると強調。現在世界で普及しているワクチンの効果はほぼ無効化されることが確実となり、このまま日本でもラムダ株が広がれば、一気に感染大爆発を誘引するというわけだ。現在はデルタ株によって感染が深刻化している日本。報道通りの威力でラムダ株が拡大すれば、計り知れない危険的状況を迎えることになりそうだ。